来ていただきます。今年のテーマも香取神宮第3章ということで3作目になります。香取神宮をテーマにさせていただいて、香取神宮に、旅人が訪れて香取神宮の名所である、桜、ね、桜を見てその感銘を受けてまた新たな旅立ちをするというテーマで、演舞させていただいております。そのですね、流れも皆さんとご一緒に、香取神宮の情景を思い浮かべていただきながら、ご覧いただけると幸いと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。